こちらは台湾東部花蓮県の地震発生時の映像です。ビルの1階部分が押しつぶされるように崩れ、建物全体が傾いています。台湾の気象当局によりますと、日本時間の午前9時ごろ、花蓮県沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震がありました。被害の全容がつかめていない中、現地の状況はどうなのか、震度5弱を観測した台北市にいるジャーナリストに話を聞きました。福澤さんは今どちらにいらっしゃるんですか？ちなみに今は台湾の台北にいるんです。ただし今私いるのビルとしては大体はね、15階くらいの 建物なんですよね。それで今台北市内のオフィスビルの方は全てのなんかエレベーターの方はもう使用停止しました。地震の発生からですね、大体6時間ぐらい経過している状況ですけれども、当時の揺れってどんな状況だったか教えていただけますか？そうですね、当時の揺れてるの方がもう先ほどの方が、右の方が言ってて、もうちょっと少しだけでも情景になんかそういう揺れるかを、結構感じます。それでもう時間停止としても結構長いし、それでも私まだその時が、まだ家にいますので、もういろいろ置物とかも落ちちゃったということがもうバンバンそういうことで聞きますので、もう結構感じとしては結構怖いと思います。交通の方にもまだ影響が出ているっていうことですね。そうです。これが鉄道と道路があるんですけど、今はね、こちらの方は中断しました。だからもし彼行くなら台北から南迂回しないといけませんので、今こっちの方は結構状況はねひどいと思います。花蓮県の町の様子に関しては何か情報入ってますか？台北市内の方がみんな大体回復しましたんですけど、でも花蓮県のところがもうやっぱりそれ様子はね、みんなは今まだ落ち着いてないという感じが感じました。台湾の TSMC のこともなんか今こっちに東の方はいるんだから、だからこれで情報を見ると分かるんですけど、地震のところはこちらあまり被害がないから、もうそれが幸いのことと思います。 TSMC とかもそれで、半導体の製造の方が結構精密のものですから、それで今のところがもうそれ情報はないけど、でもちょっとしばらくそれ電力とか水の方がそれ足りるかどうか。今福澤さんが熊本の人たちにどんなことを伝えたいでしょうか？台湾と日本皆さんも一緒になってるなんですけど、やっぱり同じの地震が多いの国なんですよ。皆さんのこう関心と、なんかこう、やっぱりいろいろ温かいのなんかメッセージを送るのは本当に私、やっぱり一人の台湾人としても本当にありがとう、感謝します。